北九州市で行われていたご当地グルメの祭典 B1 グランプリ、昨日今日と大勢の人でにぎわいました。肉厚なるカツと絡んで、これにご飯があっても最高ですね。結構並ぶんですけど、みんな笑顔で並んでるのはちょっと印象的ですね、はい。ご当地グルメで町おこしをスローガンに行われた B1 グランプリ、7回目となる今年は全国から63の団体が参加しました。人気のご当地グルメにはもうこれ以上並べないという行列制限までできています。入場制限がかけられるほどのにぎわいを見せているのは、岡山県の日生かきおこまちづくりの会のかきが入ったお好み焼き。予想以上の大盛況に作り手も力が入ります。今日は少しでも多くの方に食べていただきたいと思って頑張ってます。原発事故のあった福島県からは浪江焼きそば大国が参加。復興への思いを込めて浪江焼きそばを振る舞います。どうですかこれ、浪江焼きそばって福島のね焼きそば、どう？美味しかったです。いや、頑張ってほしいなと思いますね、はい。まだ帰れないんですけど、気持ちだけは前向きに、必ずふるさとを取り戻すんだという気持ちで、やってることを伝えたいです。大勢の人でにぎわった B1 グランプリ、現在は閉会式中で、まもなくグランプリの発表が行われます。